MC バトルっていうかさ、ラッパー同士やりたいんだったら普通に MC バトルやればいいんじゃないの。だからやっていいんじゃん。で、それがやりたくて来たんでしょ。違う違う違う。は？いやいや、そういうことじゃなくて、炎上万博じゃなくて、うん、UV とかいろいろあるじゃん、KOK、そういうので地方予選から勝ち抜いてラッパーやればいいじゃん。いや、だからみんなやってんの。ビジョンで言えば、インフルエンサー VS ラッパーじゃないの。なるほどね、うん、でも、まあ、別にインフルエンサーどうしてもいいと思うんだ。だからリアル貫いてるやつらは別にそこでやってんじゃん。どういうこと。だからメディアに出なくても別にやってんだから。やればいいじゃん。でも、炎上万博っていう時点でインフルエンサー VS ラッパーか、インフルエンサー VS インフルエンサーって言ってるんで、うん、だからガチの MC バトルみたいなんだったらそっち見てればいい。いや、てか格闘技に出て、ここにフェーズあんの。いや、じゃあ聞け格闘技に出てなんで MC バトルに流れてくんの。ブレすぎじゃね。いや、別に俺は格闘家になりたいのって一言も言ってない。いや、やってたじゃん。いや、やってたよ。うん、うん、やってたよ。やってたじゃん。じゃあ格闘技やったら全員格闘家なの。じゃあ DJ 社長も格闘家なの。いや別にそれは言ってないじゃん。でいいんだ。でも1分過ぎてるから、ちょっと、まあまあまあ、あと1分で。いいよ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 。で俺本当にあの今ラッパーに噛みついてこっちに流れるのちょっと申し訳ないんだけど、このハティニャンがあの今デコスケの学校してるんだけど、俺あの240時間生放送の時にこいつが、まあ、警察だと起こしたわけですよ。で俺はハティニャンがなんかパニック障害みたいになってたからなだめてたのに、こいつは言うこと聞かずにずっとなんか俺に敵対視して、俺は心配して持ってかれたからみたいなラインもしたのに、こいつは未読無視するわけ。なんかしかもその前の炎上番組、お前ら2人格闘技やれよもう一回やれや。で試合があったじゃんその格闘技、うん、で決着がつかんかったからこの場を借りて逆にさあのその件もありだと思うんだけど、うん、このラッパーの中でやりたい人とかっている、うん、稲原くん的に。まあラッパー俺は好きだったんですけど、うん、こういうとこまで降りてくるラッパーはちょっとダサいんで。お前も出てんじゃん。いや俺はラッパーじゃないから。いや出てくるラッパーをかけてラッパーをかけてこういうとこまで降りてくるやつがダサい。俺はそれでその中でどう、誰例えばダサい中でいいよ、自分が思ってるダサい中でこいつだったら倒せるよって思ってる。まあ警官の格好してるからね。あっそっ、いやだから草帽子っていう観念でドタバフンってことね。あなたも普段警察の格好してるんですか。じゃなくて、うん、この俺の戦いたやつが警察の格好してるから、うん、そう相手に見立てるとしたら草帽子とか歌ってるやつかなっていうやつだけ。じゃあ後ろの人と戦えばいいんですか。え、だから第一希望はこっちって伝えてんだけど、うん、この中で、うん、こんなから聞かれたから言ってんだよ。ドタバさんを決めされた。生まれ持ったポテンシャルってどんなポテンシャルがあるんですか。それは見りゃ分かる。いや調べない調べない。じゃあ調べなきゃいい。興味ないんだもん。じゃあ調べなきゃいい。いや調べてない。でも俺もっと興味ないから。あいいから言ってたぜ。もうなんかさここ悪口言い合ってからやめば。でも長くて多分無駄っちゃうから流しちゃっていい。あっちで聞いたら一応が向こうって言うと結構格好悪い。そういや格好悪いんだけど、でもハティニャンがいること俺知らなかったから。あなるほどね。そうそうそう。じゃあさ分かったよ、そっちともやってこっちともやれば。確かに。あそれでも、いやでも逃げたように片方とやらせてくださいよ。じゃあハティニャンと何の因縁があるじゃん。いや因縁とかじゃなくてお前弱いじゃん。だってフリースタイルバトルも喧嘩も弱いじゃん。フリースタイルバトル見たことあるの。いやだからやってないだろ。だから今やるの弱いって何件すんの。こっちどんだけあると思ってんの。やってることが強かったら全然僕やりますよ、はい、絶対僕勝つんでお願いします。僕にね。はい、オッケー。そうぐらいの乗りで、うん、ここも昇格量だと思って、はい、どっちか。まあでも逆にちょっと井原くんが表情曇ってるけど大丈夫そう。あ、井原いつも曇ってるからね。こっちは今ない表情曇ってるんだ。お、じゃあヤクマとハテニャンで一回ちょっと上がってみて、予選ぐらいのノリでね、とりあえずヒゲコインで脱毛紹介します。了解です。じゃあこの回はこんな感じでグループ F みんな決まり。では最後に一つだけ。あ、俺この中では誰よりも悪ガキだから。おーえ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 ー信念貫く諦める悪いガキ。資源でおめえが発想してるやつ。でも俺の悪ガキはまた俺の悪ガキじゃない。いやそれはいいよ別に。みんなそれぞれ あの正義なんだ。それをぶつけよう。いいよ。おーいよろしくね。オッケー、以上グループ F でした。バチバチでありがとうございます。お願いします。いいグループだった。ここみんな決まりじゃん。いいグループ。よろしくね。お願いします。すごい。お
チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。おっと、ここで松本からお知らせだ。チャンネル登録をまだしてないそこの YouTube を見ているみんな、本当にマジで本当にお願いします。本当も僕どこまででもできます。本当にお願いします。本当にお願いします。僕たちを助けてくださいお願いします。ほら、大井が土下座してるよ。お願いします。大井が土下座してるよ。お願い雪が楽しい。ほらやばいよ。お願いします。そんだけ、バイバイ。